トヨタ自動車は今年4月、人気車種プリウスについて後方ドアのハンドルスイッチの防水性能が不十分だとして国土交通省にリコール届を行っていました対象はおととし11月から製造されている5台目プリウスすべてとなるおよそ13万5000台で前月からは包み工場での生産を止めていましたが トヨタ自動車は防水性能が不十分だったドアの電気式スイッチについて代替部品の準備ができたとして来月14日から出荷を17日からは生産を再開する予定だということです。